朝日が差し込むアパートに暮らし出したのはいつの日か、外したフレームの後の壁の白さ、思い出が遠いこと教えてる。上手に後悔するために二人はひたすら溜まり込む。夕べ散らかしたテーブルはそのままに、愛だけが流れ去り、今日は続く。した言葉はかけないで、弱気なあなたにならないで、同じ気持ちじゃないのを知っていても、隣で眠っていた私のため、一度